聖戦の時代、神の名のもとに機械獣ビーストによる支配戦争が繰り広げられていた。龍王旗ギルドラドの青年の戦いが今始まる。これぐれゴレイ城地下に封印の一つが隠されていることが分かりました。そう、我らレオキングダム帝国は憎しみ殺し合う人間どもの支配者となり、暗黒に包まれた世界を滅ぼし新たなる世界を築き上げる大手地下神殿に眠る機械獣ビーストを目覚めさせ、我らが獣魔王ライオルスを復活させるのだ。必ずこのクラリスがその役目、長女であるこのディアナに。キングレオ様、すでに我が配下がコレグレゴリー王国城内に封印の一つがあると突き止めております。次の出陣、このアイネスにご命じください。次の出陣、アイネスに任せる。はっ、ビクター、ビクター、頼んでいたものはできてるかしら。望み通り、トルネードランチャーは取り付けた。そう、早速試させてもらうわ。